はい、日本百名城紀行国宝松江城に来ています。ここは出雲の国の中心地、まあ、今の大きな市街地の元になった、清張繁長になったお城の場所になります。で今ちょっとですね、工事中の場所もあるんですけど、こういう三の丸の方が県庁側の方にいるんですけど、ちょっとですね関係史跡がありますので、千鳥橋、この橋は江戸時代に五郎岡橋と呼ばれ、お城中心部と藩主の館がありました。三の丸御殿を結ぶ大変重要な橋で、屋根がかかっていました。現在橋に屋根はありませんが、平時により橋脚を2か所3本立つし、火花の木を使い平成6年に完成と。で今、少し周りも、ちょっと直してる感はありますが、こんな感じですよね。火花の木を使ったらしいですね。ここから見ると、真横から見たい、ちょっと向こうから見ますね。周りも堀とかですね、石垣がきれいに残っていて、三の丸の辺から二の丸を見た感じもですね、結構夜もきれいなんですよ。夜景も何度も取り切ってますけど、ね、石垣もこの辺の部分も堀の感じがね、すごいいいです。堀川下りってありますけども、水もこんな感じですしね、結構、今日は水は少ない感じがしますね。このね、橋の欄干の部分を見たいんですけど、もうちょっと見てるかな。あ、ここから見ると、ここから見た方が、はい。もう屋根が今ないんですけど、千鳥橋、五郎岡橋、横の部分をね、ちょっとお見せしたいなと。復元というかですね、これ分かりますかね。ちょっと草木が。下からなっちゃいます。まあ、こんな感じですね。五郎岡橋、福井城にもありますよね。五郎岡橋に復元したあれをイメージしてもらうとすごい分かりますね。でこのから石垣の階段を上ると、まあ、本庄の方行ける、二の丸の方行けると。ですからこれが重要な橋だったということですね。この上に傘というか屋根があったということです。でこちらが今県庁が建っている方が三の丸で、まあ、屋敷があった場所になりますね。復元したものといってもすごい立派ですね。橋もそうですし、こういったですね、堀と川とまさに水の都にふさわしい、こちら櫓がね、ちょっと見えますけど、場所になりますよね。まあ、ちょっとですね、他の現代のものがちょっとあまりにも多すぎて、写すのにちょっと苦労しますけども、まあ、今日は今、ここからも入れるんですけど、せっかくですからね、まあ、天気はちょっと今一つなんですけど、さっきちょっと雨が降ってました。堀とこう静かな感じをちょっと見ながらですね、散策気分で見ていただけるといいと思います。まあ、実際散策している人の方が多いかもしれませんけどね。ここに大きな日があるんで、まあ、これをちょっとバックにさっき写真も撮ってたんですけども、まあ、非常にですね、この辺のライトアップなんか夜すごい綺麗ですね。天守はですね、今少し下がると見えます。三の丸側から、つまり先の橋を渡ってですね、屋敷があり、そこから登城していたということになりますので、ね、立派な石垣と建物ですね。まあ、国宝って言っても最近国宝になったんですけど、40年ぶりでしたっけ。でもその前ももともと国宝だった城なんですよ。ですから彦根城とかね、松本城とか、まあそれ以前に現存天守ですし、江戸時代から、形をとどめているお城ということで有名なお城になりますね。堀が綺麗ですよね。堀と石垣、お城、これで桜とかあったらね、何も言うことありません。お城ファンとしてですね。でこれで下がっていくとですね、ここにかなり大きな火があるので、これ入らないんですよね、なかなか。まあ、ゆっくり行きますね。もう今日は夕方で、時間が十分ありますのでね、こういう感じですね。三の丸って書いてありますね。松江城、はい、ちょうど飛行機が入ってしまいました。やっぱ堀から立ち上がってるこう櫓とか天守っていうのはやっぱりかっこいいですよね。で、そうですね、ちょっと逆コースというかちょっと今バックしてて、まあ、お城を見つつですね下がっていきますけど、そうすると奥の方にだんだん天守が見えてくるんですね。
街中にこれだけの大きな城地を構えるっていうのはなかなかねないんですけども、まあ、これはこれでですね、この松江の町がいかに美しい町かという部分でもちょっとお見せできるかと思いますね。後ろ歩きって大変ですよね。車に轢かれそうです、まあ、こんな感じですね。ちょっとスピードを早めますかね。ちょっとブレちゃうんでね、あの視聴者の方が見にくいよっていうふうに言われたことありますんで、極力とは思うんですけど、まあ、すいません、できるだけ動かさないようにはしたいと思いますけどもね。そろそろ天守の今屋根が見えてますね。ここは店長の出入り口のところで、駐車場の入り口になっていて車がいっぱい止まってます。松平生坂の像もあるんですけどね、そこは先ほど撮りましたんでまた違うビデオで見てください。基本的にお城と人物像は分けてますんで、奥に天守が見えるの分かりますかね。堀と石垣が綺麗ですよね。もう本当に言うことないです。ちょっと車の大通りに差し掛かるんで少し音がうるさいですけど、このまま入り口の近くまで行ってみたいと思います。なかなかね、こんな動画撮ってるとなんか警備員さんが何だ何だって感じで見てましたけど、別に、まあ、悪いことしてるつもりはないんですけどね。まあ目立ちますからね、YouTuber と間違えられますから、はい。こんな感じですよね。ちょっとこっち来ると逆に天守が隠れちゃうんですよね。ベンチなんかもあってね、すごい千鳥、まあ、千鳥城っていうぐらいですかね。黒いお城、いわゆる松本城とか、ここから見てもね、矢倉軍も同じように、これでなんか白亜の天守だったらすごい普通リアイなんですけど、まあ、非常にですね、その辺も均等が取れてると。で、石垣もですね、直してはいるとは思うんですけど、まあ、当時の面影が残っているような、少し、ね、苔むした感じでですね、嫌に白光りしてなくて、全体的に薄暗い感じ、なんですよね。ここはね、天守も黒い、矢倉軍も黒い、まあ、合ってると、はい、ちょっとね見づらいんで一回止めますけどね、まあ、こういう感じでですね、もうすぐそこが入り口なんで、ここでビデオは止めたいと思いますけども、非常に美しい城ですので、ぜひ来ていただきたいと思いますね。左の方に千鳥橋がちょっとだけ見えますね。松江城三の丸付近でした。